わあ。ああ、もう やだ、悲しい。なんか楽しいことしよう、楽しいことしよう、本当に。デンくんみたいな口？そうでしょ？でんぐろでっこ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 ろでっこでっこでっこ。今日はね、練習してたんだよね。今日ね、今日ね、レッスン場でね、練習してたんですよ。もりもり練習してたんですよ。そしたらね、マネージャーさんがね、テク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 歩いてきてね、それでね、そう、ミッさんと、ミッさん、田辺みずきちゃんと、私と中坂がね、いたんですよ。そしたら、テクテク歩いてきて、なんかマネージャーさんが、これをあげますって言って、チュリさんの、これをくれました。でまだね、封を開封してなくて、で後ろにね、なんかおまけもついてくるんですよ、ポスターがね。めっちゃエロいセクシーな感じなので、これをねゆっくり見たいと思うんですけどね、まあ、今日はでも開けたくないですね。でもフェッピさんはこういう系のねアイドルが大好きなので、あんま開けたくないんですよね。もうもらえたことがちょっと飾っておきたいんですよねっていう感じなんですよ。そう、めちゃくちゃセクシー、もう色気満載、可愛いんです。そう、でもこれちょっと飾りたいなって思って、そうなんですよ、今日そうもらったの。でもとりあえずね、ちょっとあんますぐは開けたくない人間なので、ちょっとお部屋に飾らせていただきます。はい、これがね、まあこれぐらいですね。これが嬉しかったです。かわいいな。AKB48 さん、AKB48 さんって今なんだっけ、 YouTube やってるじゃないですか、始めたじゃないですか。それでさっきね、ゆきりんさんが上げてて、 YouTube 今日上げてたのかな、ちょっとあんま詳しく上がった日付を見てなかったんですけど、さあ上げてて、それをね見たんですけどね、めちゃくちゃ面白かったです。なんか公演のルーティーンみたいな、ぜひ見てほしいですね。そう、公演前のルーティーンみたいな、あれチーム B さんって今何の公演でしたっけ、あれ、あの1曲目がさ、トンカチとか持ってるやつ、あれなんだっけな、え、何の公演だっけあれ、
そう、シアターの女神だ。そう、シアターの女神コン、あれさ、1曲目めっちゃ面白いですよね。あれやってみたい、私も。シアターの女神公演。そう、なんかさ、工事みたいな、めっちゃ楽しそうじゃないですか。ねえ、めっちゃ楽しそう。シアターの女神。いやー、すごい楽しそう。なんか最近ね、めっちゃね、いろんな公演見るの楽しいなって思う。 NMB さんとかも楽しいし、そう、面白いよね。さん似合いそう。本当にK2 でもやってた。知ってる知ってる、やってたよね。いや、なんかいろんな公演あるのってすごいね、思う、見てて。制服の目とかもめっちゃ SKE の曲、あの公演だけど、ラムネもねいいし、あとはどんな公演があるかな、パーティーもやってみたいし、会いたかった公演もやってみたいし、桜の花びらたちをね歌いたいんですよ、どうしても公演で。だからそれが入ってるセットリストが入ってるやつめっちゃね出たい。一回でいいか、出てみたい。公演や、なんか AKB っていうか、なんだろう、なんだろうな、あ、パジャマドライブもいいですよね。あ、リセット公演もめっちゃ好き、見てるのすごい楽しい。あの制服の目でしたっけ、あの逆上がり声も好き。逆上がり、足で地面向けて、あれ踊ったことあるんでしょ、太陽が、楽しいですよね。なんかのコンサートで逆上がりの、ちゃん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 、制服の目ってあれですよね、詩人から始まる超ハードなやつですよね。つったつったったるるるるたた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 た公演って、公演も秋元康さんが考えるのかな。本当になんか一生いろんな公演があるよね。なんか知らない公演もきっとあると思うけど、そう、めっちゃ楽しいですよね。新しく STU さんのね、新しい公演とかもあるし、それこそ金にとかが入ってる、あれはなんか既存の曲をいろいろ入れた感じのセットリストなんですけど、それも楽しそうだしね。でもあれは STU さんの公演だから、なかなかオリジナルの曲とかも入っているから他のグループがやることはないかもしれないんですけど、普通の公演の曲と公演のん公演のなんかどこでもどこのチームでもできるような、そうそう、そう、プロデュース公演っていうか、なんだろうな、そう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 、それぞれしかできないけどさ、どこのチームでもできるさ公演っていろいろ他にもあるじゃないですか。なんか SKE でも重ねた足跡は SKE しかできないじゃないですか、 SKE の曲がたくさん。そうだけど他のチームでも使えるような公演って他にも いくらでもありますよね。見てて面白いですよね。衣装も違うし、ユニットも全然違うし、めっちゃなんかいろんな公演があるんだなってなんかめっちゃ思いますね。そうで、今日ねゆきりんさんのさっき YouTube はまた忘れた、あ、シアターの女神公演めっちゃ面白い、衣装とかも面白いし、そうそう、AKB の牧野の、
あんな先生のさついてこれるかみたいな声ですよね。いやついてけそうにないかもしれないけど、でもあんな先生の作られるあの振りめっちゃ好きなんですよ。そうなんかいろいろあるじゃないですか、 SK のシングルの曲でも公演の曲でもあんな先生の振りってなんかすごい可愛らしい曲とかもあるし、あと一番好きだなっていうのは全部なんか振りがキャッチーな感じで曲に合ってる感じがめちゃくちゃ踊ってて楽しい。時々今いる SK の先生がで この振りはあんな先生が作ったんだよとか言うとやっぱりなって思ったりする時もありますね。めちゃくちゃ可愛いというかなんかすごいなんか歌詞に合ってるというかなんて言ったらいいんだろうな、そうなんです。ゆいちゃん早くまた公園でラブラブしたい、ありがとう。そう最近は女の子のファンの方が劇場公演に来てくれることも増えてちょくちょくなんか嬉しいですね。なんかジェロポジでも言ったように男女問わずなんか好きって言ってもらえるようなアイドルになりたいなってめっちゃ思うけど、そうそうそう可愛くねデコっていう家は持ってきてくれたりとか本当にねそう嬉しいですね。男の子からも女の子からもおじいちゃんからもおばあちゃんからもどんな世代でもなんだろういろんな人に好きだよって言ってもらえるのは嬉しいですね。私のファンの方まあでもあれ男の人のファンがもちろんね多かったけど女の子のファンもね本当に握手とかにも来てくれたりとかして、私ももともとあの女オタなので今もそうすごいね嬉しいなって思います。そうでもね男の子もね嬉しいです。みんな限定されないみんなに好きだよって言ってもらえたら嬉しいですね。そうですね、何話してたか忘れちゃった。おじさんは遠慮、なんでおじさんも来てよ。おじさんもおじいちゃんもおじいちゃんもおじいじもじいさんもばあさんも犬も猫も来てくださいバブちゃんもう何話してたか忘れちゃった。あそうだそうだ思い出した。そうでそのゆきりんさんのゆきりんさんのゆきりんさんのあの YouTube 見てたんですよ。そうゆきりんさんのYouTube を見てて、あの公演の前の話、公演の前のルーティンとかあったんですけど、 SK と同じだって思ったりすることもたくさんありましたね。なんかそうそうそうユニットだけは絶対にやるんですよとか一緒だって思ったりとか、ストレッチのなんだろう一緒、いろいろやっぱグループが一緒だからかな、一緒だなって共通点がいっぱいあって、なんかあんなにすごいゆきりんさんでも一緒のルーティン、一緒のルーティンっていうか公演前の感じ一緒だなってなんか嬉しくなりました。みんな一緒かもしれないけど、そうでも AKB さんってさ撮って出し写真ってさいつ撮ってるんだろう。なんか開演10分前でもなんか食べてたりとか30分前ではまだ着替えてないですみたいな感じだったから、そこはちょっとなんか SK とは違うなって思った。
SKE はもう公演30分前になったらもう着替えはほぼみんな完璧で、メイクも完璧で、あの公演の始まる前に、あ、公演中にやるんだ、そうなんだ、じゃあそれだから結構あのゆとりがあるんですね。そうなんだ、そうすごいね、公演30分前なんですとか10分前なんですとか言ってもね、なんかすごいドタバタ感がなかったから、そうすごいなんかゆったりとしてるなって思ったんですよ。でも SKE はあの幕が開く前に、先にその公演が始まる前に撮って出し写真を撮るのでですね、めちゃくちゃねバタバタなんですよ。30分前とかリハがあの長引いたりとか、そのたくさん曲をやったりとか、まあ、スケジュールによって押してたりとかしたら本当にめちゃくちゃメイクとか服もあの中にはメイク半分までしか済んでないとか、髪の毛半分までしか済んでない子も取って出しを絶対取んなきゃいけないから先に取ってみたいな、それを開演の15分前に取るっていうのが絶対の決まりで、そうだからめっちゃね急いでみたいな、スタッフさんとかも写真撮ります急いでくださいみたいな、でメイクさんとか、あもういいもういい、とりあえずあとあとでしっかりくっつけるからとりあえずその紙でいってみたいな、そんなねめっちゃドタバタしてる SKE の SKE は、そうすごい、そうだからね、そう髪飾りにとりあえず仮止めだけしとくから、写真撮り終わったらしっかり強くくっつけるからとりあえず行ってきなみたいな、はぁーみたいな、めっちゃドタバタしてる、写真撮りますって、そう結構慌ただしい、そうのところが違いましたね。あとはね一緒、ほぼ一緒みたいな感じでした。ほぼ一緒っていうか一緒、ほぼあんな感じ、いつも公演前はリハーサルとかがあってみんなとご飯食べたりとかケータリング食べたりとか、トレーナーさんもいて痛いところをマッサージしてくれたりとか、そうそうルールとかも一緒だなって思いました。 AKB さんと服をね自分で、衣装をね自分でこの衣装を着るぞとか、ユニットだったらこれ着るぞっていうのを自分でね揃えて自分のラックに入れたりするんですけど、それもねゆきりんさんのレベルでもね自分で取るんだって、まあでもそっか、そうだよね、 SKE でもすごい偉大な先輩方もみんなと一緒に自分の服は自分で取ったりとかしてるから、やっぱすごい AKB さんと SKE でさ場所とかさ違うけど、やっぱ AKB さんのさ劇場のさなんかルールを受け継いでるのかな、そういうのってやっぱ一緒だ、一緒なんですよね、非常に面白くございました。そうやっぱそういうのってさ、なんかグループは違っても一緒の48グループだから、なんかルーティーンっていうかさ、なんかそういうのもさ似たりとかさ、ルールとかもさ一緒になるのですかね。ね、面白かった。ね、めっちゃ面白かったです。やば、15分しかないとか言いながらちょっとだけ20分ぐらいやっちゃってる。ね、なんかめっちゃでもね面白い、アイドルのさなんか裏側とかってさ面白いよね。松村かおりさんのさその動画コメダもさめちゃくちゃ面白いけど、ああいうなんか裏撮り、なんか48ショーがあった時とかさ、なんかメンバーにカメラ渡してさ裏を撮ってきたりするとかあったじゃないですか、知ってるかな、かな、私が詳しすぎるだけかもしれないけどあったんですよ、その48ショーっていうのがあって、なんかカメラをメンバーに渡して裏とか撮ってくださいって勝手にも渡すみたいな、そういうのってめちゃくちゃ面白いですよね。
そう、48章、そう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 。面白いよね、めっちゃ面白いなって思います。そう、潜入カメラめっちゃ面白い。面白いなって思いましたね。総監督の部屋が好きだった、わかる。あとさ、一番最初にコントしてさ、あの超もう始まってすぐにコントして、そこから曲が一曲やったりするじゃないですか。走っていって、コントが終わったらマイク持って走っていって一曲目みたいな、あの流れもめっちゃ好きだったし、48ショーはフルだからめっちゃね好きだったな。潜入カメラ、インフルエンザの予防注射のやつが面白かった。面白かったよね。めっちゃ大泣きしてるメンバーとかあって面白いですよね。顔文字どうした、あ、顔文字ね、別にすごい深い意味はないんですよ。コンサートがなくなって悲しいですねっていうのを表したかったんですけど、まあ最後に話しておりましょうかね。本当に横浜アリーナでのホワイトデーのライブのコンサートと、チュリさんの卒業コンサートがね、ちょっと14と15にある予定だったんですけど、コロナウイルスの影響でそう今月できなくなってしまって、もう本当に私も泣きたい泣きたい、非常に泣きたい。でもなんだろうな、SK だけじゃなくていろんなアーティストさんとか、そのがね、大きいコンサートとかそういうイベントごととか全部なくなってるからしょうがないですよね。もう手洗いうがいをとにかく皆さんやりまくって、もう不要不急の外出はしないとか、できることをやりたいなって思いますね。でも心だけは本当に悲しいですね。私も本当に楽しみにしてたから、そう、もちろん練習にも熱を入れて頑張っていたところだったので、この練習が無駄にならないように絶対またいつかねやりたいなって思うし、そう、でも今は心と心でつながりましょう。そう、心と心でつながりましょう皆さん。私は毎日アイドルをしてるし、そう、毎日アイドルだから、これはね、まあ生放送って言ったらあれですけど、あの今皆さんが、これは録画ではないわけで、私が喋ってるのそのまま今ね生でって届いてるので、そうなんてね、まあいつ明日もやるし明後日もやるし、そうショールームはやっぱね、これがもしね、なんだろう、ショールームがさ、あの録画とかだったらさ、あのリアルタイムじゃないものだったらさ、まああれかもしれないけど、ショールームってさ、まあテレビで言ったらあれだけど、生放送だから一緒にいる感じにしてください、だと思ってください。そうです、です夜、そうですね、もう多分あのちょっと最近あれだったんですけど、昨日かなとかも朝しかちょっとできなかったんですけども、今日もできると思ってなかったんですけど、あの明日
から多分夜にできると思うんではい、やります、やります、全然。でも朝も一応何があるか分かんないから保険の配信は絶対するんですけど、多分夜もできると思われますので、そんな、そうですね、はい。無理しないでください、ありがとうございます。いやでも本当に心と心でつながりましょう、はい。お尻かじり虫を見ましょう皆さん、この時間に。お尻かじり虫面白いですよ。まあね、いろいろねあるんです。ヘッピーが夜できないくらいレッスンに励んでくれたら嬉しい。あのね、なんて言ったらいいんだろうな、うん、そう、まあ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 、シリカジルムシをね見ましょうね。まあでも本当に気をつけましょう。そう、大人の事情、そう、大人の事情、大人の事情、大人の事情、そう、なんかね、そう、なんだろうな、うん、はい、ランキング読んで終わります。13番ムー、12番パルク、11番死んだどうなるんですか、10番鏡、9番お兄さん、8番ケン、ただま気象報酬バッタヤン、6番ショータッピー、5番オレンジのおじさん、今日の番平野先生クキン、3番タクイと2番大阪ひろし、1番ボブさんです、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ちょっとまあできることを頑張りましょうですね。メールとかショールームとか本当にできることをやって、そう、いつもより多めに送ったりとか多めに配信したりとかして、そういうところで調整を取れていけたらなと思います。でもショールームをたくさんしたりメールをたくさん送ったりすると、まあいろんな意見がございますが、なんだろうな、分かってるので、そう、大丈夫です。3694人の方ありがとうございました。ギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございます。あれ、タンポポがくれてるよ、誰か。タンポポとか出たの春だね、ありがとうございます。私の季節が来ますね、春大好きなんです、ありがとうございます。3847人の方ありがとうございます。ギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございます。バイバイ。